教えてました Q&A、 今週は大阪杯を振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは着順からお伝えしていきます、はい、1着8番レイパパレ、2着1番のモズベッロ、3着7番コントレイル、4番人気、6番人気、1番人気の順で決まりまして、3連単は10万トンで6210円という決着になりました。まあ、ね、コントレイルが、ね、4番人気、6番人気、1番人気の割には結構な配当だよね。まあそれはね、3強って言われてたね。3頭とも、はい、まあ、コントレールが3着にかろうじてきたけど、あとグランアレグリアも負けてるしね、はい、サリオスもダメだしね、はい、まあそう見るとね、まあしょうがないなっていう感じがするんだけどね、はい、でも週末にあの雨であの馬場になるのかわいそうですよ。なんかね、はい、なんか昼ぐらいまではさ、あの阪神持ってたから、うん、そんなにね馬場荒れないかなと思ったら直前に相当降ったね、あれね。本当ですね。うん、まあだから、ね、競馬ってあのね、僕あんまりね道悪適性って今の時代ってそんなにないんだけど、ただあんだけ降るとね、はい、やっぱ道悪適性出るね。ここ2、3週間結構ね相当降ってるから、まああれだけ降ると出るかなって感じがしますね。馬場だけじゃないですからね、雨が降ってる状態ですからね。そう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 。やっぱあのね、泥だらけで、ね、降ってる時が一番難しい、降ってる最中が一番難しいね。はい、まあでもね、人だって嫌ですもんね。そうそうそう。馬はもうまあなんかね、当てに行ってコントレール本命にしたけど、うん、やっぱどう見ても短期逃げ濃厚だからレイパパレ本命にしなきゃダメだよね。まあ強かったね、レイパパレ。いや、まあ、ね、だって。両馬場でね、うん、あそこまでの強さが出るかは分からないけど、うん、ただ両馬場でも勝ったかもね、はい、あの感じじゃ。そうですね、うん、結構ね、うん、もっと僕ゆったりなペースで逃げるかと思ったんだけど、まああの馬場にして結構速いペースで逃げてたのよ。はい、それで後続完封だから、うんうんうん、まあちょっと力違ったなって感じがするよね。なんか4歳で一番強いんじゃないかってぐらいに、まあ今もしかしたらあの勝ち方だと現役一番強いかもね。はい、なんかあっという間に G1 馬になって、この後楽しみですね。うん、なんかねやっぱ一つはさ、はい、まあ、ちょっとグランアレグリアはまあ何度も言ったけど距離がちょっとっていうのと、やっぱりマイルよりは 2000m の方がレベル高いんだよね。やっぱりそういう意味でグランアレグリアちょっと厳しいかなって感じがしたんだけど、まあ、コントレール馬場とはいえね、もうちょっとだから確かに馬場とはいえ、でもサリオスもあんなもんだから、うん、やっぱり4歳世代のクラシックで出てたら、まああんま強くなかったのかなっていうのが結論だよね。ああやってみると、まあ、雨もあるけどね。うん、はい、ただね、まあ、モズベッロに刺されていいかって問題はあるけどね。モズベッロだけはちょっとね、これが一番難しかったんじゃないですか。レイパパレはなんか皆さん、まあそうね、ってこともあって、でもなんか僕ね、うん、モズベッロね直前に実は予想に入れたのよ。なんでかっていうと、すごい、はい、全然最初入れる気なかったしスローだからと思ってたんだけど、雨降ったらねモズベッロだなと思ったのよ。なんでかっていうと、はい、ドロドロのさ、去年のほらクロノジェネシスが勝って宝塚記念あったじゃん。あれで3着に追い込んだの見て、あ、このまま走るなと思ってたんだよね、はい、だからそう思って、はい、雨もドロドロだったらモズベールだなと思って1点入れたんだけど、まあ、そしたらまあまあ本当よく走るな、あの道割だとね。いや大正解ですよ、それすごい、うんうん、だまあ道割用で入れただけだけどね、まあまあそういう意味で言うと、はい、まあモズベッロ、まあ、道悪は得意だったねっていうのと、まあ、あと本当レイパパレが強かったねっていうのと、まあコントレール次難しいね。取り捨てが本当ですね。また評価が難しい、まあ、難しいね。ただまあ本当、はい、やっぱあんまり4歳の世代人気だったらやめようね。そうですね。なんかそうです、やめようねがなんか、うん、アリストテレスもそうだったしさ、はい、うん、ちょっとなんかもうあんま強くないのに人気になるからね、うん、はい、という感じかな。あとなんかいました、他に、ね、負けた中で。うん、なんかブラバスはそうでもないんだなっていうことがよく分かりました。ブラバスもちょっとあの馬場向かないんだね、はい、まあ、2回連続でああいう極楽馬場だからちょっとかわいそうだよね、はい、ブラバスはね。であと、ね、うん、まあ、このあとグランアレグリアがどこ行くかだよね、うん、あ、そうですね、この路線にで続けるのか、また短距離戻るのか、まあ安田記念行けばいいんじゃない。うん、絶対勝てますよね、これ。安田記念行けばいいよね、という感じがしますね。まあ、なので、まあ、ちょっとね、一つはやっぱり大阪杯終わって、まあ、競馬には絶対ないから本命であんなにドロドロのままでみんな本命買うやつはみんな痛い目合うよってことが分かったということと、はい、あとはうん、やっぱり4歳世代があんまり強くないよねっていうことと、いつも言ってるように、2000m の方がマイルよりレベル高いからやっぱりグランレギュラーぐらいでもちょっと厳しくなるよねっていう、この3つが分かったということですね。はい、いや勉強になりました、大阪杯。はい、とというところですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは教えてマスター Q&A、 今週は大阪杯のカイコでした。ありがとうございました。